はい、カズプロです。どうも、ヨーゴです。ヨーゴです。フーカリさんです。さん付け、さん付け。まあ、ハーフだけなんで、はい、ハーフ、そのフーカリとヨーゴ、はい、できる限り俺がマネジメントしてあげて、ゴルフってこういうやり方をすればいいショットを打たなくてもスコアその最小限で済むよっていう質問をやっていこうかなと思います。はい、これがコースマネジメントっていうことか。はい、得意なものを作るための練習をしてほしい。時間がない人こそね。そうなんですよ。そう、まあ、右手前5ヤードぐらい吹けばいいかなって感じで46度。グリーン10ヤード手前。うまい。はい、あー、いいショット。ちょっと左か。ナイス。あー、いいとこ、いいとこ。あー、いいとこ。ピン横。おー、スピン。あー、今日スピンがかかりません。全部神気味で入ってんだろうね。カムとちょっと手前から入るということですね。うまい。おお。いや、ナイストライだよ。ナイストライ、ナイストライ。おー、いいタッチ。オッケー。よし、次。うまーい。まずショートパットを教えたヨーゴよりもフーカリの方が良くなってる。フーカリ、ナイスパ。ありがとうございます。これね、8番ホールに来てこのコースホールって難しいよね。まっすぐだけどダラダラ打ち上げてるからちょっとスイングが力みやすいんだよね。で、後半に来て疲れてもあるから体も回らなくなってるから、そんな別に欲深く満振りしなくてもいいと思う。バンカー方向これか。ここでいい。左がダメなんだよ、これ。そうなんですよ。何あんの？いっぱい落とした。破壊した？破壊したかもしれない。カウントとなんか全てを破壊した落とした。ナイスショー。完璧。そんな会話した後に今日一ぐらいの球打ったね。ナイスショー。わかった。なるほどね。なるほど。うわー、うまっ。入ったらいいなぐらい。そうだね、打ち上げだからあんまりこう上向かないで、そう、低くフォロー出すイメージ。お、いいね。ゴー。ちょっと手前だけど、なんかあそこぐちゃぐちゃだったっぽいね。しゃ、99ヤード。得意。これはね、微妙な距離。微妙なんかいい。言ってんのか？届け。全神。全神さん。で、悪ライ苦手だよね。悪ライだ。クリーンにボール打つ練習しないとダメだね。そうなんですよ、私って。
だからそういう人はね、ティーアップ高めにして、はい、そのティーアップしたボールを、はい、アイアンでこうティーを打たない練習をしないで、苦手。それをなんか繰り返しやらないと、苦手すぎて逃げてきた練習なんですよ。やった方がいいかもしれないね。悔しい。いや本当に。はい。それ初回 の、 あの初めて会った時に多分言ってます。マカロン、マカロンだっけ。オムライス、オムライスだ。うまい。あ、いい、あ、いい、あ、いい、いい、いい、ナイス、ナイス。うまい。FP 入ってないよ。またオーバーかよ。弱っ、弱っ。強くない？あ、こんにちは、しちゃった。こんにちは、しちゃった。強い。ナイス。つまり、はい。マジストレスゴルフ。ダメなことダメなこと全部言っちゃうもんね。そうなんすよ。さあ、この究極の左ダックレッグはどうですか。エルメスですね。はい。打ち下ろし43ヤード。なんかね、池を気にしすぎて、はい、打たなすぎな人が多い。なるほど。だから230ぐらいは打ちたい。はいはいはい。でもセカンドも残るんで。ドバウト。いや、ドローはあんま狙いすぎない方がいい、こういうホール。あそこにまっすぐ出せばいい。おぉ、狙い通り。おぉ。どこの？右。いつもあそこだよね、ここ。あ。ちょうどあのポジションに俺のボール12個ぐらいある。本当あそこ。本当あそこ入るよね。本当あそこにしか行かない。もうカートドロー狙いぐらいですか、これは。いや、そうだね、本当右はしたくないと。左のあのラフでもいいかなと思っている。はい、左のラフ。おお、来い。ギリギリ高速道路乗れず。やっぱ一回入るように考えられてるんですよね。まあね。本当に苦手ならアイアンで刻むべきだよね。そうなんですよ。うん、ボギーの方がいい。もうボギーでいいって。うん、これでね、まあ、俺のレベルのマネジメントと、はい、両方のレベルのマネジメントと、フカリンのレベルのマネジメント。はい、で、またコーチはコーチャーのマネジメント。うん。という感じで、まあ、参考にしてもらえればと思います。そうですね。大丈夫かな、今日下手すぎて。大丈夫。今回その通りで、ね、大丈夫。その通りをちょっと言う。やだ。一気入んなければいいかな。そうね。おー、ナイスー。いいショット。いいショット。狙い通り。うん、ナイス。今体もしっかり回ってたし、いいよ。やった。いけちゃった。この辺です。この辺です。さあ、このアゲンスト。これ面が見えない。これどうするか知ってる？打ち上げのアゲンスト。わかんない。ガッツ。誰でもできるね。いいのか、それで。カマン。うまっ。来い。カマン。ナイス。ガッツ。うまい。ナイスガッツ。え、これガッツある？ある。ナイスガッツ。いけっていう
ガッツ。スーパーガッツだ。でかいね。まあスピン入んなかった。なんで入んないの？なんでスピン入んないの？出るか。まあね、その結構ロストが立って当たってるっていうのはでかいかも。ロストが立って当たっちゃってて、はい、そのフェース上のそのラインに沿ってこう球が滑ってないっていうか、なんかこうちょっと手首ほどいてハンドファーストが強すぎちゃうっていうのもあるかな。強すぎる。で出球がこうパーンって強いもんね。だからアプローチもハンドファーストが強すぎて当たっちゃうと、はい、そのスピンも入りにくいから、はい、ちょっと適正なこう入り方を練習した方がいいかもしれない。うまい。うん、ナイスタッチ。ナイスボギー。ショートパット良くなったね。良くなった。忘れずにね。忘れるかも。これはノーガッツ。ノーガッツ。ノーガッツ。まあ、こんな感じでね、あの、はい、まあ、スコアは別として、はい、ゴルフのやり方を一球一球ちゃんと集中してやっていかないと。そうですね、社長かなり考えてやっぱやってるから。相当そうですね。安全な方、はい、安全な方とかね、うん、あのやってるのがスコアに直結してるかなと思うんで、はい、ちょっと春また暖かくなってきたら頑張りましょう。頑張ります、はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンね。よろしくお願いします。お願いします。ガッツ。俺がカズプロ110の王。俺がカズプロ110の王。チャンネル登録よろしく。